みなさん、こんにちは、れいなです。今日はクリスマスマーケットです。ザ・ドイツの文化が日本に来て、ここの名古屋にクリスマスマーケットをやってます。毎年来てますね、クリスマスマーケット。あ、それはそうでしょ。この時期になるとれなさんの血が騒ぐと。そうだよ、もう今年は何があるか、何が買えるか、何が飲めるかを見たいと思います。じゃあ行きましょう。わ、すごい、今日はすごい人だね。初めての日、昨日からスタートして今日土曜日で、すっごい人が多い。あ、昨日オープンしたんだ。うん、そう。すごいじゃん、見てこれ。すごい、めちゃめちゃ人多いですよ。ではでは、何を食べて何を飲みましょうか。まず食べる、まず飲む、まず飲む、まずショッピングする、まず飲んで、まず食べる。オッケー。で、その後、引き続き飲んで食べる。では、早速その奥に1,2,3、少なくとも6個のブーツがあるから、なんか何があるか見てみよう。社長、なんかじゃん、大行列してますよ。やばい行列。今日何も食べて飲めないかもしれませんね。見るだけにしましょう。社長さん、はい、このお店、お店すっごい混んでるけど、グルーワインがある、レッカーグルーワインって書いてあるよ。まずはでもソーセージとビール食べたいから、他の店で買いましょうか。グルーワインじゃないの、ビール。ビールとソーセージを買います。こんにちは。ソーセージの8本盛り合わせと、あとはこのドゥンケルを1つください。ソーセージよく焼きでって言わなくていいんですか、社長。あ、ソーセージをよく焼きでお願いします。できました。ビールと4種類のソーセージ2本ずつ、だから仲良くシェアできる。よかったね。いや、もうよく焼きじゃない。お先に。おじさんみたいになってきたね。パーってなってた。タカの真似をしてるだけだよ。黒ビールどうですか、社長ね。黒ビール大好きだからね。Yes、これが美味しい。まあ、このクリスマスはそんな寒くないから、ビールも美味しい。なんか本当に寒い時には私はビールいらないけど、これぐらいの天気だったらビールが美味しく感じる。3種類のソーセージ。4種類じゃなくて、いや、なんかよく見たら3種類だった。はい、これパリッとしてるよ。あぶんな。はい、でこれマスタードをつけて、満足ですか。満足です。ドイツソーセージ、うん、まあちょっとよく焼きじゃないけどね。ソーセージだよ、ソーセージ。おいしそう。マスタード、おいしい。じゃあタカはビール、私はソーセージ。どうぞ。おいしそう、食べていいよ。ソーセージあれか、1個じゃないの。何が。そうだよ、めっちゃパリパリじゃん。そう、俺の食う取るなよ。これめっちゃ美味しいじゃん。でしょ、苦くない、苦味ゼロ。そう、コクめっちゃある。そう、おい、そんな買いに行けばいいんじゃないの、もう一杯。皆さん見ましたか、今このソーセージを一口で食べたよ。これ100円以上だったよ、この一口のソーセージ。2つ目のソーセージのタイプ、これめっちゃ美味しかったよ。ちょっとハーブが香って、うん、やばない。ソーセージ、ごめんね。今ソーセージの説明をしようとしたよ。何を逃げることがありますか、社長。ソーセージとこの黒ビール抜群に合う。3つ目のソーセージはなんか辛いかもしれないね。確かに、なんかちょっとスパイシーっぽい色してるね。辛くない。あ、辛いかも。あ、最後に辛いかも。スパイシーソーセージですか。あ、スパイシーではないけど、こう後は来る。でも美味しい。本当にこうそのスパイシーさがあるから、ね、見た目がいい感じ。ピリ辛っぽい。あ、なんか後ろで来ました。うん。食べていいですか、スパイシー。いいよ、全部食べていいよ。私はまだいろいろ食べたいから。うん、うまっ。何。ちょうだい。いただきます。赤ちゃん、はい、うまい。うまいじゃないよ、もう一個、もう一杯、うん、まだ辛くないね。うん、今めっちゃピリピリしてる。酔っ払ってるかもしれない。いや、そんなことないよ、まだ。もうビールなくなってたから買いに行こうか。 Yes、 ベラ、 Yes、 ピリピリきましたよ。あ、やっぱり今なんか口の中がすごいヒリヒリする。でしょ、言ったのに。来るわ、後から来る、あのピリ辛で。飲み物がない。そう、やばい。このハーブで。あとはサワークラウトで。超美味しい。でしょ、ドイツに引っ越した方がいいかもしれない。ごちそうさま。ごちそうさま。何食べましょうかね。うーん、わ、ちなみにでかいクリスマスツリーもある。
そうだよ、本物だよ、多分。めちゃめちゃ大きいよ。名古屋クリスマスマーケットのツリーです。これ本物だと思うよ。すごっ。本物の木だね。に飾り付けしてる。なんか名古屋駅とかにも木とかあったり、あの高島屋とかにもいつも飾りがあるけど、全部本物じゃないから、これすごいよ。すごいね。食べましょうか。何か飲みましょうか。はい、まだ食べ足りませんよ。はい。はい。タカちゃん見てて。グルーワインを注文と追加でこうマグカップセットでこれもらえる。可愛らしいね。ドイツにもあったでしょ。私たちはドイツのクリスマスマーケットに行った時にその年の特別なマグカップがいつもついてくるよ。今年のデザインはこれってことだね。全部可愛いね。選べれる。ちなみにグリューワインってあったかいワインでスパイスを加えたドイツの伝統的なね。あれだよ、ドイツは寒いでしょ、うん、ここはあったかいから特には今日グリューワインが必要って言われたら、ね、もっと凍えるように寒い時はね。本当に美味しいね。あとで暗くなったら欲しくなるかも。次のお店来ましたよ。ミュンヒクラシックって書いてあるよ。本当だ、ミュンヘンのクラシック。ベナの母国です。いやもうベルリーナカレーブーストがあるよ。カレーソーセージ。ミュンヘンカレーブーストじゃないよ。カレーブーストと食べたいと思います。だよね。とかめっちゃ並んでる、どこもかしこも。すごい。やだよ。何買いましたか？カレーブーストとタカが欲しかったは1点。白ビール？白ビール、最高です。ビールを忘れないでくださいね。はい、来ました。行きましょう。めっちゃ美味しそうじゃない？やばくない？超うまそうだよ。行きましょう。ちょっと少ないカレー。ああ、確かに。あれ、どうしました社長？これが400ミリらしいよ。400ミリまだ何も飲んでないよ。あれ、これは300ミリなんじゃない？減ってます。泡の部分がなくなっちゃって。ちなみにドイツのグラスにいつも絶対にフィルラインみたいなのがあるよ。ああ、そうだ。線が引いてあってここが400ミリだよっていう。だったら文句は言えない。細かいね、ドイツ人細かいんだね。そうだよ。昨日一緒にツアーをしたドイツ人が、あのアサヒビールが出た時にあれ、フィルラインがないねって言ってました。ああ、確かにそうだねって思って。そういうカルチャーショックあるんだ。はい、ドイツめっちゃ細かいってことだね。そうだよ、ルールに厳しいってことだね。そうだよ。じゃあこれは全然足りないんじゃない？フィルライン、これが足りない気がする。300ml しかありませんよ。多分これなんじゃない、この分かんないけど。ちなみにこれいくらですか？1200円。高い。乾杯、はい、非常にフルーティー、美味しい、逃がさない。本当にフルーツが入ってるみたいな感じで。マジで、うん、すごいね。これでもバイエルン州のビールじゃない。ベルリンのビールって書いてあったね。ベルリンのビール、ベルロ、これベルロ、ブルーローって書いてある。ブルーロー。それに合わせたのがこちらカレーソーセージ。これベルリンソーセージね。カレーはちょっと分かんないよ。カレーパウダーもちょっと乗ってます。よく探せば。食べていきましょうか。これさっきのナイフとフォークの方が良かった気がする。でもさっきよりさ、そのソーセージが太くて美味しそうだよね。でもめっちゃボリューミーな感じ。なんかカレーがちょっとなんか足りない。どうですか、カレーソーセージ、お味は？カレー感がない。これ忘れたんじゃない、カレーパウダーかけるの。なんか普通にケチャップソーセージに見えるんだけど。トン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 って感じ、ね、ほーじゃないよ。ドイツで食べる本格的なカレーソーセージはさ、カレーのこうタレみたいなのがついてるよね、ちゃんと。これはちょっと見てん。カレーソーセージではないけどね。いただきます。うまっ。普通にうまいよ。そう、カレーの香りもするやん。刺しすぎる。うまっ。ベルロ。うまっ。でも本当にフルーツが入ってるみたいな感じでしょ。なんかビールじゃないみたいね。本当にフルーツ入ってるみたい。そう、しかも苦味もゼロだよ。ああ何これ、やばいやん。ビール苦手な人でも絶対美味しいっていう感じの。そうそ う, そ う, そう、うまっ。おすすめベルロ、いりますか？あ、人通った。あ、何を、はい、めっちゃ似てる。何めっちゃ似てるんじゃない？お、クリスマスソング流れてきた。12月入りましたからね、皆さん、クリスマスですよ。ちなみにさ、ドイツは何？もう12月入ったら、クリスマスマーケットももうこうやって始まるの、日本みたいに。そうだよ。じゃあもうドイツでもやってんだ。やってるよ。ドイツはクリスマスの4週間前からクリスマスの時期が始まるから。うまっ。話聞いてない。あ、そうなの？そう、だから今年はちょうど12月の1日から始まってた、うん、早い時期は11月の30日とか29日とかからもスタートする、うん、週末が、うん、あの本当にキリスト教の人があの教会に行く日曜日に、うんうん、私は行ったことないけど。ドイツもう寒いもんね。だいぶ寒い。もう本当に真冬って感じじゃん。何何
何ですか何ですか。なんか喋りながら私は気づいてないと思ってるけど気づいてるよ。そうなの、うん、ちょっと飲みたいなと思ってこの美味しい白ビール。ベリーグッド。本当にこのねベルロそうだよ今言ったよ。今なんか変な虫俺の私の顔も撮れたよ。入ってきたよね俺のメガネに。このベルロっていうビール本当うまいからみんな見つけたらおすすめ。何何何どうしましたか。私はソワクラウト食べるよって言ってましたよ食べてないよ、yes. ごめんなさいね、はい、謝ってください。ソワクラウト買いに行きましょうか、yes. 何今回は私は最後まで飲む。マジで美味しいこれ。まあジュースだからね。いや優しいからこんだけ残されておいだいぶ残されてあ、そうだありがとう。はい、うまい。もうちょっと食べますか。食べ物はもういらないけどプレッツェル食べてないし、ブルーワイン的なのが食べたい。プレッツェルも食べたい。行きましょう。だいぶ暗くなってきたよ社長。そうだよライトアップが綺麗になってきたね。クリスマスっぽくで、ね、行きましょう行きましょう。プレッツェルは見てないよタカちゃん。プレッツェル探しに行きましょう。プレッツェル見てないよタカちゃん。あれ社長どうしたんですか。ブルーワイン飲みたいです。おだんだん気温も下がってきましたからね日が落ちて。めっちゃ種類があるよこのお店。あと可愛いコップもあるから。ちなみにねプレッツェルねいい売ってませんでした。プレッツェルそうなんでだろうね。プレッツェルがオクトーバーフェスはあったんだけどね。タカちゃん去年のクリスマス覚えてる。パパがホットビールを作ったでしょ、うん、作ってくれたね。でホットビールはドイツにないという話はしてたでしょ。ここにはホットビールがあるよ本当だ。えじゃあ俺ホットビール飲もうかなドイツには基本的にグルーワインは赤と白がある。なぜかというと、うん、ワインも赤と白があるから、うん、ここにはアップルワインというのがあるけど。アップルグルーワイン。アップルワインってなんだろうね。なんだろうでワインってブドウでしょ。リンゴから作るワインってことちょっとわかんない。レナはそのアップルワインのグリューにしました。あったかいやつどうかな。私ドゥンケル黒ビールグリュービールグリュービールあったかいドゥンケル来ました。いい匂いする。はい、グリューワインも来ました。しっかり暗くなりました。ただ人は全然減らない。あれダースベイダーの サンタさんもいる。そうだよ。はい、私は2つ、はい、ダースベイダーサンタ行きました。こんにちは。ダースベイダーサンタです。すごいかっこいい手作りですか。すごい。え、しかもこれも手作りですか。いや、これは買った。あ、これは買ったかメルカリで2000円最高です。ありがとうございます。ラスベイダーさんと喋れましたよかったね。これはザ日本だよアップルグリューワインですよ。見た目はおアップルジュースだよ。アップルジュースみたいあったかいアップルジュースやん。美味しそう。どうしましたこれはお酒が入ってますよ。いや本当に美味しい。あのもうやっぱらったね。やっぱベロベロでございますよ一口で酔っ払うよ。美味しいけどアップルサイダーを温まったみたいな感じだから。でアルコールが追加されてる感じ。えアップルサイダーにえドイツにはないんでしょ。ドイツにはないんでしょ。何がアップルグリューワイン。あんまり知らなかった、ね、日本がクリエーションしたんじゃない、うん、クリエイトした。いやでも1個が足りないよ。グリューワインがスパイスが入ってるよ。はいはい。ここはこれだけそのままで温めただけでちょっと違う。僕はねグリュードゥンケル黒ビールあったかいやつね。すっごい香りすごいよ。すごい香りすごいよ。タカのあの喋り方も。おお、これはこれは好みが分かれますよあ黒ビールは冷たい方が美味しいかもしれないねじゃあレナさんも飲んでみます。はい、黒ビール。レナ黒ビール大好き。なんか匂い本当に美味しそうだね。でも黒ビールの香りはすごいするんだよね。あったかいからどうしたどうしたどうした。なんか匂いはすごいキャラメルな感じの匂いはするけど飲んだらその良さがない。そう、香りはすごいんだけどね喉に通すとなんかちょっとね香りの良さが消えるんだよね。
なんかあんまりって感じがしますね。やっぱりビールは温めない方がいいんだね。違うよ、パパが去年作ってくれたのがすごい美味しかったから。あれはやっぱりシナモンとかを、うん、スパイスをちゃんと加えてるからかな。そうそう、うん、そう。ただだから温めただけだと良くないってことだね。ちゃんとスパイス加えてシナモン加えて、はいはい、飲みますよ私。どうぞ。一気飲みしますよ。やけどしますよ。やけどしますよ。気をつけましょうね。これは美味しい。あ、俺それ飲みたいね。あ、これうまっ。俺これ飲むわ。レナこれ開けるわ。だから交換。なあなあなあ、これあったかいアップルソーダだね、本当に。そうだよ。あ、美味しい。Yes、美味しい。わかった、これ冷蔵庫入れればいいんだ。冷蔵庫入れて冷たくなるまで待てば。何、炭酸がなくなってるよ。そうそうそう。いっぱい食べて飲んだから、今からはいっぱい買い物をしなきゃいけないよね。ちょっとショップの方見に行きますか。あれ、何があるのかな。え、すごっ。おー、マトリョーシカが置いた。そう、あれ、ドイツじゃないよ。ロシアだね。え、しかもすごいじゃん、店員さんも日本人じゃなくて。あー、そう、だから海外のドイツ人とかかな。いや、違うでしょ、絶対になんかロシアとかウクライナとか。マトリョーシカはロシアか。そうだよね。ロシアですか。ロシアだって、マトリョーシカ。これジャパンマトリョーシカだって。これもなんか招き猫回転してるんですね、これ。あ、くるくる回るんですか。そう、これ私がオリジナル。あー、本当だ。かわいらしい。結構重たい、クオリティがいい感じ。いい感じです。ぜひ。なんか食べ物セクションがかなり混んでる。これもなんかパスタとか、あとはお茶とスイーツ、ハーブティーみたいなのも売ってるもんね。うん、でも全部、うん、ロシアのものっぽい。あれ、これはロシアクリスマスマーケットでしたっけ。そう、ここはスーベニアラーって書いてあるからドイツです。ラトを信じたいです。あ、本当だ、スーベニアお土産ショップ。はい、ちょっと入ってみよう。このブランド知ってる。ダルマイヤ。ダイムラーは知ってる。ダイムラーじゃない、メルセデスベンツのブランド。ダイムラー。これはミュンヘンのすごい有名なコーヒー屋さん。初めて知った。コーヒーがあるし、あとはお茶とかも。ミュンヘンってでもコーヒーで有名なのかな。そうだよ、聞いたことないけど。めちゃめちゃ有名。ビールでしか聞いたことないけど。いえ、タカも通ったことあるよ、この建物。あ、そうなんだ。そう、あれだ、見て、これ奥にくるみ割り人形がある。違うよ。え、くるみ割り人形じゃないのこれ。見て。あ、煙出し人形って書いてある。そうだよ。これ昔あのタカの両親にもプレゼントしたでしょ。ここに開けて、ここに開けてじゃないよ、これは壊れてるよ。今壊したということですか。でしょう。どっかに開けて、中にこの煙が出るやつ入れて、うん、あの口からこう、うわーって出るよ。それがクリスマスのドイツの名物なのかな。そうだよ、煙出し人形。 Yes。これとか、だってもうあれだもんね、葉巻のやつ持ってるもんね。こっからさ、モワ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 って出るでしょ。そう、可愛らしいね。可愛らしい。タカちゃん、おいで、おいで、見て、たらーん、出た、アーモンド焼き。これめっちゃ美味しいよね。これめっちゃ美味しいよ。でもこの値段で買えない。なしなし。ということで、もうあたりはね、皆さん見てください、真っ暗です。ああ。真っ暗になると同時に人がめちゃめちゃ増えてきた。あ、まあクリスマスだからね。そう、ロマンチックになるから。本当に綺麗だね。めっちゃ綺麗だよ、見てください、めちゃめちゃでかいクリスマスツリー。ロマンチックになりましたよ、これ。すごいね、これ。こんな感じ。いえ、そんな感じ。めっちゃでかい、めっちゃ綺麗。名古屋クリスマスマーケット、うん、最高。めっちゃおすすめだね、これ。12月の25日ぐらいまでやってるよ。まだ皆さん来るチャンスありますよ。はい、社長さん、社長さん、はい、部下さん、すごいことになってます。なんや、部下さん、部下さん。なんやねん、ほら。行列が30人、40人、どのお店も。そうで、こっちのテントの下ももう人がごった返してて。あ、さっきもでもずっと、うん、すごい歩いてるところももうマジ人だらけ。そうで、こっちも人がめっちゃいるよ、ここ。イエス。どうしますか。もう帰りますかね。満喫しましたか、タカちゃん。食べて飲んで、じゃあ帰りましょう。それでは皆さん、この動画はここで終わりにします。このクリスマスマーケットの動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ちなみに皆さんが今年でクリスマスマーケットに行った場合は、ぜひコメントで教えてください。それかこれから行きますよということとかもあれば、コメントで書いてくださいね。嬉しいよね、ドイツの文化が日本全国に。最高です。嬉しいんですよ、本当に。はい、皆さん、それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。